はじめ社長です。2日間動画出せませんでした。お久しぶりです、はじめ社長です。言い訳をさせてください。言い訳というかもうシンプルなことなんですけども、東京に3日間いまして、その3日間がもうほとんど朝から夜までいろんなお仕事とか撮影とかイベントとかいろんなことやってて、全く動画を撮るタイミング、場所、いろんな要素でもう動画が撮れなくて、2日間休んでしまいました。大変申し訳ございませんでしたとは言わないんですけど、なぜなら私は毎日投稿しますとは一言も言ったことがない。謝ることじゃないんですけども、個人的にはなるべく動画出したいなと思ってて、正直2日連続休んだのがちょっと僕の中ですごい、悔しいですという悔しい、なんか東京で3日間いたんですけど、今日で、蹴りをつけようと思います。もう前からずっと言ってるわけですよ。静岡に住んでるから、その東京行くと動画撮れなくなる。東京に引っ越そうかな、でも静岡いいなってこういろいろ言ってたんですけども、結局僕はまだ静岡に留まってるから今回みたいなことが起きてしまった。心のどこかで本末転倒している気がしちゃって、やっぱりメインの動画を出して、初めて僕 YouTuber の仕事やってますって言えるんで、そこがおろそかになるとやっぱ僕なんかなこれ違うんだろうなって思ってたり、かといって東京行かないわけにも行きませんし、そして僕にはもう仲間がいます。畑という名前の仲間もいるから、結局拠点がどこになるかっていうのがすごい今、ますます大事になってます。なんならもう畑でも東京行くことがありますからね。で、実は今週も3回3日間東京行ってるんですけど、さらに週末でもう1回畑で東京行くんで、週4回東京、1週間の半分以上東京にいるわけでございます。正直に言わせていただきます。このままだと動画が撮れません。結構そろそろマジでやばいなと思ってて、けどやっぱり僕は静岡が大好きです。できる限り静岡にいたいという思いも相当強いし、なんか東京に行くと東京に染まりそうで僕は心配です。はじめ社長です。どうすればいいですか？静岡にいたい。でも東京にいた方が動画は出せる。もうなんなら、なんか愛知とか行っちゃってもいいんじゃないみたいな。え、北海道？沖縄ありだな。いろんな、いや、ないわ、それは。東京に行くべきか静岡に残るべきか。すごい、僕正直、イーブンなんですよ。全然静岡でも無理すれば動画出せるし、でも東京だったらなんか時間もできるし、畑全員に移動すればすごい時間も確保できる。さあ、どっちを取る！って言われた時に、僕一人じゃ決めかねないと思うんですよ。というわけで、今日の動画は、皆さんに私はじめ社長がどこで生活すればいいかを決めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに畑も全員ついてきます。ちゃんと畑に入る前に皆さんには言ってるんですよ。ひょっとしたら静岡じゃない場所に移動するかもしれません。その覚悟がある上で畑に入りませんかって感じで聞いてるんで、みんな絶対ついてくるんで安心してください。僕は本当にイーブンです。もう東京、静岡もどっちでもいい。ただ東京となるとやっぱ物件、動画ちゃんと撮れる物件探すのが大変だなと思ってるんで。いや、静岡でも言いたい。大家さんがすごい優しい。というわけで、この動画のコメント欄で東京に行くか静岡に残るか決めていただきたいと思います。2月中に僕コメント欄に2個変えときます。静岡と東京って書いとくんで、どっちかにグッドボタンを押してください。で、2月が終わった時点で多い方に行きます。そこで住みます。よろしくお願いします。ただね、もうそろそろちゃんと決めるべきだと思う。腹をくくって。迷っているようじゃダメだ。なんかもやもやするんですよね。なんとかなるんじゃねえかっていう思いと、こういうことだって割り切って動画を休むっていうのをなんかはっきり決めないんで、こういう時はもうコイントスで決めよっかみたいな感じで皆さんにお聞きいたします。本当に迷ってます。皆さん投票の方、2月いっぱいコメント欄でお待ちしておりますので、グッドボタンよろしくお願いいたします。一回畑にも聞いてみますか。思いついたこと。星。皆さんお知らせです。何？東京に引っ越します。嘘でしょ？アンケートを取ります。ああー、なるほどなるほど。その決めるのをコメント欄のグッド数で決めようかなって。マジで？いや、まだわかんないです。コメント欄のグッド数絶対グッド数。ああ、何か東京か静岡かでグッっていうコメントを2つ用意してグッド数。そうそうそういうこと、そういうこと。そんな急いでいくわけじゃないんでね。ああ、ゆくゆくみたいな。そう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 。どっちにしろ、静岡に残るにしろ、東京に残るにしろ、このまあ、多分俺らだけだったらどっちがいいんですかねって決まんなかったところが。そう、俺らも多分どっちが、俺たち決めきれないんで、かといってコイントスも怖いんで、見てる皆さんの意見に沿ってはいいんじゃないかという。ほぼコイントスよね、でも。実質ね。